皆さんこんにちは。今日私は北茨城市茨城県天真記念いずら美術館に来ています。こちらでは10月4日から寺田コレクション自然と生命の参加企画展が開催されているということです。どんな企画展なんでしょうか。早速首席学芸員の荒木さんにお話を伺ってみます。荒木さんこんにちは。はい、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずこの企画展の頭についている寺田コレクションってどんな意味なんですか。はい、この展覧会は日本画のコレクターとして大変有名な寺田小太郎さんのご所蔵の作品80点を拝借して開催する展覧会ということで寺田コレクションというふうに付けさせていただきました。へー、なんかこちらとっても可愛らしい。でも日本画ですよね。そうなんです、はい、小鹿ちゃんのね。そうなんです、はい、日本画っていうともうちょっとこう堅苦しいような感じがするんですけども、この自然と生命の参加ということで、自然にまつわるものを描いた作品を集めてるんですけども、こういう可愛らしい鹿とか動植物ばかりではなくって、いろんなものがありますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。いや、それでは早速、はい、お邪魔します。はい、まず入り口を入るとこの大きな幕が目に入りますが、1生きとし生けるものへの参加と書いてありますが、こちらは1があるとこの先も。そうですね、はい、第1章ではこの生きとし生けるものへの参加ということで、主に動物画を中心といたしまして、動植物を展示しております。で、2つ目のセクションが自然を見つめるということで、今度は風景画、で第3が今度は、生きている人間ですね、人間にスポットを集めた作品を展示しております。見やすいですね、どうでしょうかこの感じ。なんかすごい大きな作品が。そうなんです、これは どんな場面を描いたと思われますか。これはお魚がいるから、一見私山の紅葉に見えたんですね。そうですよね、でもお魚が泳いでるっていうことは、珊瑚礁ですかね。そうですね、これを描かれている作家は主にこういう生き物を描かれるんですけども、実際に海に潜ったり、こちらにはちょっと展示してないんですけども、ジャングルに行ってジャングルで見た動物を描いたりとか、そういうことをなさっている作家さんなんです。アクティブですね。アクティブなんです。なんか一見屏風なので本当に日本が日本がしてると思ったんですが、いや、すごくこう和洋折衷といいますか。そうですね、こう日本画とか洋画とかそういう区別なく、見て楽しめると思います。こちらも西野さんの作品なんですけども、こちらすごい明るい色彩のものなんですけど、こっちは単細なんですけども、やはりこの屏風でこう猿がこうピョンピョンとこう木を渡っていく様子が書いてあるんですけど、本当に描写力が優れているので、この猿がこう木を渡っていく感じをこう、太いこう水墨のこういう感じで勢いを出して、こういうところがやはり日本画らしい表現ですよね。で、淡い色彩なんですけども、よく見てください。猿のこう毛がこうふわふわってしてるのが。ふわふわしてる。そうなんです。本当だ、可愛らしいですね。そうなんです。またこちらは明るい。そうですね、お花の絵ですね、先ほどまでは動物とかだったんですけど、今度は植物のコーナーになってます。かぼちゃとネギですね、今も食卓にありそうな。そうですね、もうそのかぼちゃとネギだけを描いてるんですけども、微妙にこう色が違って、一つ一つそれぞれそのかぼちゃが性格を持ってるような感じもするし、個性、人間と同じように個性を持っているような、自然と生命の参加というタイトルにふさわしい作品じゃないかなと思います。そうですね、なんかみんな違ってみんないいという感じですね。こちらはまた素敵ですね、なんかモダンな感じで ポピーになんか綺麗な蝶々が止まってますね。そうなんです、よく見ると綺麗だけじゃないんですよ。どうでしょうか。虫じゃないですねこれ。なんか怪獣みたいな。本当だ、この作家さんは藤井フランソワさんという方なんですけども、伝統的なこういうリンパ風の絵を借りて、これ日本の百鬼夜行図に出てくるようなそういう怪しいこう生き物を描いている作家さんなんです。そしてこちらも先ほどの入り口にありましたが、可愛い鹿ちゃんなんですけども、よく見ますとこう頭に
本当だ、あ、後ろが木ではなくて、はい、角、もうこの鹿の角自体から、はい、美味しそうなフルーツが、はい、角に実がなってるんです。へえ、これは実はあの大月姫の神という、はい、あの日本のこう島に出てくるあの女神様で、はい、こう鼻とか口から食べ物を取り出したっていうふうに言われている神様なので、まあその、こう食べ物をこう出してこう人間を生かして動物を生かしてって、まあ、そういうことを表してるんですけど、その象徴としてこう角に大変美味しそうな果物がいっぱいなって、ね、国宝城といいますか、自給自足といいますか、そうですね、はい、しかもこう背景こう銀地になっていて、とてもこうキラキラとこう神々しくなってて、はい、こう鹿の可愛らしい表情もなかなかこう見応えのある作品だと思います。あれ、これ何ですか、これ和菓子だと思ったら何でしょうか、何でしょうか、座敷わらしじゃなくて座敷和菓子、おー、これも藤井フランソワさんの作品なんですけども、シュールと言いますか、はい、おいしそう、はい、あの和菓子もどきですね、題名を読んでみると面白いものばっかり、これなんかこうとら焼きとか、根津大福とか、根津大福、はい、みんなそれぞれ和菓子なんですけど、みんなちょっと違う、はい、動物が入ってたり、なんか気持ち悪いものが入ってたりするんですけども、ね、でもなんかワンコロ餅とかは美味しそうな気もしないでもないですけど、食べたいですか、いえでも可愛いですよね、うさみかんとか ねなんか本当可愛らしいですけれども、みかん剥いてきてうさぎが出てきたらちょっと嫌かなと、そうですね、しかもこうやっぱり日本画なんですけども、先ほども言いましたが、藤井フランソワさんってこうイラストを描いたり絵本を作ったりされているので、はい、こう絵の中にこう、ね、お品書きを入れちゃうとか、新しい感覚なので、先ほどご覧いただいたこういかにもこう日本画らしいものも日本画の世界としてありますが、はい、こういう新しい日本画も今回ご覧いただけるような展示になってます。ああ、またこちらは先ほどの絵と全然違うイメージですね、はいはい、あのここは第2章視線を見つめるということで、はい、はい、風景画を集めております。風景画、見渡すと山が多いんですけれども、はい、そうですね、あの日本画でたくさん山が描かれているんですけれども、はい、やはり日本のその神話の時代から、こう神様は山から降りてくるということで、はい、非常に人間、私たち日本人と深い関わりがあるものですから、はい、描く画題としても山はたくさん描かれております。はい、またこちらは一つ太陽がオレンジ色でとっても目立ちます ね、はい、山とか岩は非常にこうゴツゴツとして、はい、自然の厳しさのようなものを、ね、表している作品だと思います。はい、そしてまた色調が全然ガラッ と、はい、爽やかな、はい、こちらもまた日本画という雰囲気が出て、はい、山もこう遠い山と近い山でこう、絵の具の濃淡で日本画らしい 表現がされていると思います。はい、またこちらに来るとなんか全然空気が違うといいますか、違う美術館に来たような雰囲気ですね。そうですね、こちらから最後の第3章ということで、はい、人間の内面に迫る、人物を描いた作品を集めております。へ、はい、なんかとってもあったかいですね。そうですね、はい、あ、なんか写真みたい。あ、なんかもうこういう風景ってなんか冬に本当にある日普通の風景ありそうですよね。そうですね、あとはこれをご覧になってどういうシチュエーションで描いたのかなっていう、一人一人なんかこうお話が作れるような絵ではないかと思います。そうですね、そしてこちらまたひときわ目を引く赤い着物の女の子、はい、そうですね、もう背景は何も描いてなくて、この赤い衣装とこう一点を見つめる女の子のこう視線にこう集中できるような作品だと思いますが、こちらは女性の作家さんが、あの自分の娘さんを、はい、あのモデルにして描いた作品なんです。荒木さん、はい、今日私この展覧会に来る前に日本画と聞いてたのでもっと硬いかなと思ったら途中クスッと笑ってしまったり、あとなんか本当ブワーっとなんか涙してしまったりする作品があって、はい、本当にバラエティに富んで面白かったんですが、はい、あの日本画といってもこう今の日本画はこうあのただきれいきれいだけではなくっていろんな表現があったり、イラストレーターの方が描いているものもあったり、あの幅広いこう楽しみ方ができると思います。うーん、そうですね、あのこの寺田コレクション自然と生命の参加、はい、
この企画展はいつまで開催なんでしょうか。はい、11月の30日まで開催しております。それでは本当にもう若い方からご年配の方まで全ての年代の方が楽しめますね。そうですね、はい、まだ期間ございますので、ぜひお越しいただきたいと思います。皆様ぜひこちらの美術館でとても素晴らしい日本画といいますか本当にバラエティに富んだ絵画をご覧になってみてはいかがでしょうか。荒木さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。